はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、腹筋苦手だけどお腹周りを引き締めたい人にぴったりな初級者向け腹筋トレーニング紹介します。スマホ持って一緒に頑張りましょう。スマホ持って寝たら足上げてゆっくり左右に体を倒しましょう。少しだけ足が倒れれば OK です。あんまり倒しすぎるとかえってこれんくなるよ。感覚としては10時から2時ぐらいの間の幅を動かしてください。ゆっくりゆっくりお腹周り使っていきましょう。できればね、息を長く吐いた方が今回のメニュー効果的です。いいですよ。今度はこのまま膝を交互に抱えていきましょう。息を1回ずつ吐きながら腰を丸めながら膝を抱える感じです。やっていきましょう。ふーふー、息吐きながら。足抱えたらね、腰が床につくよね。その時にお腹に力が入ってきます。一回ずつ息吐いて、足踏みをするイメージです。下っ腹をね、ちょっとしっかり引っ込めせるイメージです。お腹を引っ込めて足を抱える。よーし、OK。 そしたら今度は膝を曲げて伸ばす。膝を曲げたら伸ばす。足伸ばした時に腰床につけるイメージでね、ゆっくりやっていきましょう。ゆっくり膝の曲げ伸ばしです。これ足伸ばすだけでも骨盤って起こされるので、骨盤のね、前傾後傾っていうのがちょうど良くなります。骨盤のラインが良くなるとお腹へっこんで体まっすぐになりますから、しっかりね、足を伸ばしてみてください。もし伸びきらない人はね、少し曲がっててもいいです。その調子でいきましょう。よーし、 OK。 今度は膝で丸を描く感じで体を動かしてみましょう。ちょっと難しい場合は肘ついてください。これで同じ方向だけ、同じ方向だけ円を描きます。これで腹部周りしっかり鍛えることができてます。息を吐きながら、いいよ、その調子です。こんな感じでね、スマホ見ながらやってもらっていいし、置いてね、メニューが分かったらやってもらってもいいです。いいよ、この調子、息吐きながら、 OK。 今度は反対回りですね。ちょっと腿がね、疲れるかもしれないんで休んでもいいです。腿こうやって振りながらね、続けてください。よし、行きましょう。軽くね、膝を回してください。これで下腹結構使えてますからね。腹筋ってね、あんまり効いた感じせんよっていう人多いです。これはなぜかというと、お腹に力が入らないからあんまり効かないんですね。で、負荷が強すぎるとお腹以外に効いてしまうっていうのがあるんで、まずはこういう初級メニューをね、とにかくいっぱいやっていくと腹筋ついてきます。よーし、 OK。 で、今度足開きましょう。このまま内側に膝を倒していきます。こういう感じで息を吐きながらですね。ふう、そうそうそう、息吐きながら、ふうふう、倒せれる範囲でいいですよ。もう股関節がね、下腹ポッコリにすごい関係してます。股関節のね、歪みとかから骨盤が歪んでお腹の出た姿勢とかになりますから、ちゃんとね、股関節周りもしっかりストレッチしながら、腹部鍛えながらってのが大事です。いいよ、よーし、 OK。 今度は膝をパカッと開いたら、このまま体をちょっと起こす。ちょっとだけ起きたらいいです。ふう、肩が浮いたらいいです。ふう、前を向くイメージで、ぐー、降りるのはちょっとゆっくりめです。ふう、
ヨルタのお腹に力が入ってます。ふー、もし頭疲れるなって人は頭持っててもいいですよ。腰を床につけるイメージで体を起こす。その調子いいよ。よーし、オッケー。そしたら今度はね、交互に股関節を回していきます。お腹力入れながらねやってみてください。息吐きながら、ちょっとお腹を抑えながら、膝が曲がった時にお腹が少し硬くなってればバッチリ。腰を下に押し付けるっていうことがお腹に力を入れるってことですから、ぐっと下にね押し付けると、こんな感じから入ります。反れてる腰をまっすぐにするっていうイメージがお腹に力が入ってます。よーし、いいよ。今度はね、体をちょっと起こしてここでキープ。ゆっくりです。起きて少しキープしたら戻る。首疲れる人頭持っていいよ。腰を床に押し付けて体が上がってきます。お腹に少し力入れたら戻る。ふー、お腹に力入れたら戻る。ふー、力入れて戻る。お腹に力が入ってるか分からなかったらね、ポンポンしてみて。硬くなってればバッキリ。よーし、今度は膝開いてね、ひし形作りましょう。このまま足を曲げ伸ばし繰り返していきます。息吐きながら、ふーふー、これ呼吸合わせてね、ふーってイメージ。足伸ばしたらお腹にぐーっと力入れて戻す。伸ばしたらお腹に力入れる、戻すよ。足開くことで腰を床につけやすくなって、お腹に力が入りやすくなるのがこのカエル足のいいところ。よーし、 OK。 はい、そしたら今度は膝曲げたままですね、ここからクイグイ、腰を下から丸めていきます。これで下っ腹使いましょう。グーぐー、足をね、足を抱えるっていうよりは腰を丸めていくっていうイメージ、腰から動いていくイメージね。足曲げるイメージだったらこうなっちゃうから、腰を丸めていくイメージね。これ息吐きながら、たまにお腹触ってみて、力入ってるか。よーし、いいよ。そして今度膝開いて、このままパタパタしましょう。膝をパタパタ、股関節硬い人はね、やっぱり反り腰になるから。よっしゃ、頑張っていきましょう。パタ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 って開いて、ちょっと意識できればね、ここから腰を床にベタッとつけたままでパタパタ。そしたらお腹硬くなってるまんまでできるから、腰を床につける意識、ふーって痛いなら硬くなってるよっていうのをちゃんと見て。よーし、よ。はい、そしたら今度はね、バンザイからぐっと起き上がってみて、戻るのゆっくり、息吐きながら、ふーっていうイメージ。ふー、起きれる範囲でいいよ。ふー、まあ、背中がね、初めのうちは浮いたらいいです。起きれたらね、この辺ぐらいまで行った方がいいですけど、ちょっと難しいと思うんで、このぐらいでいいよ、このぐらいで。お腹触ってみてね。ふー、ふー、痛いながら、よーし、オッケー。
お疲れ様でした。今回の腹筋メニュー、朝起きてとかね、寝る前とかにぴったり、毎日1回やっていくことで次の中級編の腹筋メニューにシフトチェンジできるよ。まずは1週間を目安に毎日やってみて、やった人グッドボタンやコメントで感想を教えてね。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。